アンジェイ・ワイダ、アンジェイ・ワイダ、1926年3月6日から2016年10月9日は、ポーランドの映画監督、新日課として知られた。1926年3月6日、ポーランド東北部のスバウキで生まれる。ポーランド軍大尉だった父は、大独占中にカティンの森事件に巻き込まれて亡くなる。1944年、 青年時代にで開かれた日本美術展において、北川歌丸や葛飾北斎などの浮世絵を、はじめとした日本美術に感銘を受け、芸術家を志す。第二次世界大戦中はタイドクレジスタンス運動に参加した。1946年に、クラクフ美術大学に進学する。その後、進路を変えて、ウッチー映画大学に進学。1953年に同行を修了した。 1955年、世代で映画監督としてデビュー。1957年の地下水道が第10回カンヌ国際映画祭で審査員、特別賞を受賞。1958年にイエジアン・ジェイエフスキの同名小説を映画化したハイト・ダイヤモンドは反則化したレジスタンスを象徴的に描き、1959年の第20回ベネツア国際映画祭で、 国際映画批評家連盟賞を受賞した。これら三作品は、ワルシャワ法記事のレジスタンスや戦後を共産化した、ポーランド社会におけるその末路を描いた、抵抗三部作として知られている。以後、アンジェイ・ムンク、イェジー・カバレロビチラと並んで、当時の映画界を席巻した、ポーランド派の代表的存在となる。1960年、政治職を排した、青春映画、夜の終わりに、 を発表。1962年には、フランソワ・トリュフォーや石原慎太郎らが参加した、オムニバス、20歳の恋の一編を制作。1965年の、肺は4時間近い大作であり、日本では170分に短縮されて、ビデオリリースされた。1968年には、イギリスとユーゴスラビアとの合作、ゲートツーパラダイスを制作。 1969年には、ハイとダイヤモンドに主演したズビグニエフ・チブルスキの死を受け、映画制作の現場を舞台にした、すべて売り物を発表。同年のハイドリカミは異色のコメディ作品であった。1970年、第二次世界大戦後のポーランド社会を扱った、戦いの後の風景と1930年代の、 ポーランドを舞台に三人の男女の関係を描いた白樺の林を発表。校舎が翌1971年の第7回モスクワ国際映画祭で監督賞を受賞した。1972年にはワルシャワ工科大学教授の娘と結婚する。1975年には19世紀末のポーランドを舞台に三人の若者の姿を描いた大作。 約束の土地を発表。第9回モスクワ国際映画祭で金賞を受賞した。1977年、1950年代に、労働英雄となった男の末路を、彼に関する映画を制作しようとする女学生を、主人公にして描いた、大遺跡の男を発表。ポーランドでは上映禁止処分を受けたが、翌1978年の、 第31回カンヌ国際映画祭でスニークプレビューされ国際映画批評家連盟賞を受賞した。1930年代のポーランドの田舎を舞台に、した1979年のビルコの娘たちは翌1980年の第52回アカデミー賞の外国語映画賞にノミネートされた。その他、ポーランド映画界でモラルの不安と呼ばれる運動が 盛んになったこの時期には、麻酔なし、1978年や、ザ・コンダクター、1980年といった、社会批判を暗誘的に描いた、作品制作している。1981年、大理石の男の続編となる、鉄の男を発表。1980年に起きたクダニスクゾー選手での、ストライキに始まる連帯運動を描き、 第34回カンネ国際映画祭でパルムドールを受賞した。しかし、その反対性的な活動が原因となり、布告によってポーランド映画人協会長などの職を追われることになる。1983年、フランスの拷問者の出資をもとに、共に国外を舞台にしたダントンとドイツの恋を制作。前者は、セザール賞監督賞や、 英国アカデミー賞外国語作品賞、ルイデリュック賞など様々な賞を受賞した。その後、1986年に愛の記録を制作し、ポーランド映画界に復帰した。1987年には思想、芸術部門を受賞。賞金の4500万円を建設基金として、多額の寄付などをもとに1994年に、 日本美術技術、インターがクラックフに設立された。1988年には、ドストエフスキーの白地を原作とした舞台、ナスター社の演出を担当。同作では、バンドー玉三郎を主演に起用し、1994年には、再び玉三郎を主演に映画化も行っている。1989年に行われた議会選挙では、 新たに新設された上院のスバウキ選挙区から連帯候補として出馬して当選し、1991年まで上院議員を務めた。1996年、高松の宮殿下記念世界文化賞を受賞。2000年、世界中の人々に歴史、民主主義、自由について芸術家としての視点を示した業績により、第72回アカデミー賞にて名誉賞を受賞。 2007年には、カティンの森事件を扱った、カティンの森を制作した。なお、ワルシャワ旧市街の再建に尽力したギフヤン、ザフファトビッチの功績を取り上げた、NHK 総合テレビの気候番組、タンドマン世界遺産、みえる街未来への架け橋ポーランドワルシャは、2007年4月28日放送には、ザフファトビッチの娘である妻のクリスティーナと共に、 ゲスト出演している。翌2008年の第80回アカデミー賞で外国語映画賞にノミネートされた。2009年には勝負が第59回ベルリン国際映画祭でアルフレッド・バウアー賞を受賞した。2010年12月6日、ポーランドを訪問中のロシアのメドベージェフ大統領から友好勲章を授与された。2013年、 連帯の指導者から大統領となり、ノーベル平和賞を受賞したレフアレサを描いた、レサ連帯の男を発表した。2016年10月9日、ハイフゼンにより死去、90歳。作品ではなく、ワイダ個人に授与された賞のみ記載。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。